ようこそ、ホトミル夜第7回目の夜にお越しくださいました。ありがとうございます。初めての方も1回目から全出席の方もいらして、本当に嬉しく思います。今年はこれまでとホールが違うので、作ってきたこのプログラムもどうしようか結構なんかいろいろ考えたんですけど、まあ、6回目までの蓄積とはちょっと違う夜になるかもしれないので、怒らないで聞いてください。本当に、はい。で、今のは、子守唄はこの木を使ってるんですけど、そこら辺で拾ってきた木です。本当に公園で見つけてきた。だけどチェロは指板がこう弓なりになっているので、まっすぐな木だとこうビビビビビビと言ってしまうので、微妙に曲がってる木を探して、ここに傷がつかないようにヤスリで擦って、でギターのだからカポみたいな感じで調弦をこう変えるということですね。でこの曲はアルバムの中にも入ってるんですけど、まあ、好きに調弦を変えられるのでということなので、今日はこんな感じになりました。はい。それではどんどんいきますが、2曲目は稜線。今年1月に映画の音楽を書いて、レコーディングするということがありました。日本刀の美という映画で、監督がチェロ1本でどうにかしてほしいっていうことだったので、なるほどと思って、いろいろ考えたんですけど、もう本当にチェロだけ、あとは私の変な声とかも OK が出たので、変な声もふんだんに使って、いろいろしたんですが、大塚優希さんという女優さんが、アクション俳優を目指してらして、で殺陣をしますよね。でその時に師匠から日本刀の勉強してこいとこう言われてたような、そんな流れなんですけど、それで日本刀ができるまでに多くの職人さんの手に日本刀が渡ってやっと出来上がるっていう、その工程がすごく分かりやすく表現されている映画です。でそこの映画のテーマ曲のような感じで、最初と映画の最後に出てくる稜線という曲を弾いてみたいと思います。これはチェロ3本で、3本というか、私が3回分弾いて3つ重ねて、1つの曲になっているので、ちょっと1人で演奏するのは難しいんですけど、演奏会用に編曲してみました。あとその次が森へ。これも映画の中で、その優希さんが石の、砥石の採掘現場に行くときにこう森をこう楽しげに走っていく、その時に使われていた曲。それから、声と風と一羽の鳥の歌、これはアルバムに入ってるんですけれども、映画で使っていただくことになって映画用に今撮り直したんですけど、今日はそのアルバムの、声と風と一羽の鳥も演奏したいと思います。Thank you.
Thank you.
と初めて来られた方はやばいところに来ちゃったなと思われてらっしゃるかもしれないですが、ここで今日お伝えしたいことがあるんですけど、明るいコーナーは終わりました。これからちょっとあれなところにあれしていくので、怒らないで本当に聞いてください。はい。で、まあご存知の通りというか、今この雰囲気の通り、いろんな携帯とかが鳴っちゃうとすごい大変な事態に陥るので、今心配な方はごそごそ探してチェックしても大丈夫なのでチェックしてください。あと眠たい方は本当にお静かに安らかにじゃない、お静かに本当にお休みください。でもしいびきをかいてらっしゃる方がいらしたら、近くの方がツンツンツンってシュッて言っていうのをね、共有していただければなと思います。一応こうレコーディングをされているのでね、ちょっと私も不安なんですけど、大丈夫ですか？お腹空いてませんか？皆さん、グーとかね、なっちゃいますよね。ということで、次は古い笛の絵。この曲はずっと弾きたいなと思ってたんですが、去年までの会場の音響が残響がものすごく多い会場だったので、教会のようなところだったので、この曲を一回弾いたような気がするんですけど、確かそこで弾いたら失敗したなって思ったんです。その残響が、回ってしまいすぎて何をやっているのかわからなくなっちゃうということがあったので、なかなかこの曲を弾いていなかったのですが、今日はちょっと久しぶりに弾いてみたいと思います。古い
今日はあの私なんか試練があって口笛が上手にならない日っていう、もうずっともう楽屋でずっとクッならないっていうね、何ですかね、このここが楽器なわけなので、その時のまあ乾燥状態とか、ね、湿気の感じとか、まああとはあれですよね、こういろいろなものがこう下がってくるから口の感じも昔と違うのかななんていう、本当にね抗えないですね、本当にね。そういうわけで次の曲は脳内展覧会。あのこの 1,2 年で美術館が動画を作ったりして、そのなんかバーチャル展覧会をしてますよね、たまに。であれは、ルーブル美術館だったかな、あの そんなのも見ることができたりして、すごい世の中だなと思ったんですけど、まあでも家で見るのがこうスマホだったらいくら美術館見てもなーなんて思って、でそんなこともありつつ、この、まあ、脳内展覧会なので、なんていうか本当に私が演奏してもしょうがないというか、皆さんの頭の中で何かこう絵みたいなものができたら、まあ、それが完成という気持ちで、このタイトルも4つ一応書いたんですけど、まあ、別に書かなくてもよかったかなと、あのいろんな奏法をするんですけど、どういうこう絵が皆さんの頭の中に浮かぶのか、ちょっと私も楽しみにしているので、あの絵はこういう絵でしたみたいなことを後で教えていただけると嬉しいですね。はい、ということで、脳内展覧会4つ4作品いきます。
ギターをのために曲を作ったんですが、歌詞のある曲を作ったんですが、今年も作ってみようなみたいなと1月に思って、それはツイッター上で知り合った方なんですが、画家さんで、で多分 2,3 年つぶやいてらっしゃらなかったんですけど、なんかいろんなことがあってこの1月からお話しされるようになって、で私はまあその方と知り合ったのは、エクアドルの、ね、前田忠さんという私の兄のような、ね、人のを介して知り合ったというか、まあ、ツイッター上でなのでまだお会いしたことはないんですが、その方の、まあ、つぶやきとかブログを見て書いてしまった曲なので、いつかこういう曲ができましたということをお話ししたいなと思っています。あの日のお帰り、あ
Thank you.
んかトン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 進んで、私はなんか時間の感覚がないんですけど、今時間は時間大丈夫ですか、これ早すぎ、飽きた飽きた、帰りたい帰りたい、飲みに行きたいね。なんかいつも最後の方はね、こう元気に楽しく終わろうと思ってたんですけど、なかなか今回はなんかこういう感じになってしまってね、皆さんこのあと市ヶ谷に繰り出される時に気持ちよくビールが飲めるかどうかっていう、私は自信がないですけど、最後にね、ジョン・ガラ節をね突然演奏するという、青森の旅の時に三味線博物館に行けたんです。で、三味線のもう歴史、三味線にこうなんて言うか至る、まあ、琵琶とか、まあ、胡弓とかも含めてですけど、全部こういろんな楽器がこういっぺんに見られる博物館だったので、すごく面白かったです。で、竹山のポスターも、高橋竹山のポスターもドドンとあって、で、やっぱり高橋竹山の三味線をこのもう日本に帰ってきてからずっと聴いているので、このジョン・ガラ節も何回か演奏したこともあるし、だけどなんかあんまりこういつもなんとなく弾いてたなという感じがするんですけど、今回この1年ぐらいかな、少しずつまた弾き出して、そうしたらなんかチェロでもいいんじゃないかって本当に改めて思った次第です。で、最後にまあ今日はジョン・ガラ節を演奏してみたいと思います。言い残したことがないかな。今ね、竹山さんは2代目の女性の方がもうめちゃくちゃかっこいいんですけど、この間見に行ったんですが、もう本当にもうぜひ皆さんね、おすすめです。高橋竹山さん見に行ってみてください。それでは来年のプログラムも。今少し考えつつの今日です。本当にありがとうございました。Oh.